えん坊なんですよね。一般人には絶対出さないんだけど、全部なんか全部僕に頼んでくるような、今いなくなると仕事がなくなってすごく悲しいですね。僕は非常に驚いていたのは最後の日なんですけど、31日の晩の紅白を見ていて、今日はちょっと変だから寝かしてくれっていうので寝たんですね。で寝たんですが、すぐに呼ばれて、ちょっとやっぱり変だから起こしてっていうんで、僕は首を持ってベッドの上でこうやって起こして、で起こしたんですけど、そしたら「どう大丈夫?」って聞いたらば「うん大丈夫だけどちょっとしばらく過ごしてて」って言うんで、そうやってたんですよ。そしたら僕の小指に人差し指をこうぶら下げてきて抱いてるとこ。これでちょっとこれ力があって、あ元気があるなと思ったんですが、これで抱いてたらは、そこから1分ぐらいか、1分20秒か20秒で、それでずっとやっていて外れてしまって、まあそこで息を引き取るんですが、全く苦しまないで、これで息を引き取ったんですよ。でそこからあと人工呼吸いろいろやったりしましたけど、その時点では抱かれて死んでるんですね。でこれはね、病院にいてもどこにいても女房を抱かれて死んだっていうことはまず通常ありえないと思うんですね。お医者さんは必ず注射をするし、なんとか生き返らせようとするんで、でそれを彼女は計算をして僕を間に連れてきて自分に抱かせたんだろうと思う。だそれを考えるとすごく人生を非常に一番最後に幕を引く髭型が非常に綺麗だったなと思うし、それがかわいそうで、それを思い出すとどうしても未だにまだ吹っ切れないですね。涙が止まらないで、女房に話しかけてほしいんですね。拝む必要ないんです。拝んでもらってもしょうがないんで、それより頑張って冥土を歩いてきなさいってことをみんなに励ましてもらえればいいと思うんで、こういう会を開いたわけです。夫婦だけで暮らしてましたから、どっちが先に死ぬかっていうことをよく話で出たんですね。でその時に、私はあなたの葬式なんかできないから、絶対に黙って先に行かないでねっていうことを再三言われて、俺もあんたをね、一人で遠いところを、道もわからないところをね、行かせるわけにいかないから、まあ一人であんたが死んだら俺もついてってやるよって言ったら、嬉しそうに泣いてましたけどね。やっぱりそういう、それが約束みたいに見えて、なんか守ってやれなくて悪いから、かわいそうだなと思います。ですから僕が今一番したいのは、今彼女を連れて向こうの国へ一緒に行ってやりたいっていうのが一番の僕の今の気持ちです。めいこさんはかっこよくっておしゃれで粋な方でしたから、お若い時はお仕事も忙しくって、そしてまたお家の子育てもあったりして、私ね
もう歌を歌いながらね、あのお米研いでるのよ。愚痴じゃなけれど夜が夜であればってやってるのよって言いながら、そんなお話ししながら、あ、めいこさんもそんな歌を歌いながらお米研ぐんですかなんて、あの笑い話したことがありました。でもね、あの最後は本当に神津さんの腕の中で、あの眠るように天国に向かわれたということだったので、この間も、お家にお邪魔してそのお話を聞いた時に、ああ、なんかこんなに美しいご夫婦ってあるんだろうかって、何か歌のようなね、ドラマのワンシーンのような、そういう何か、ああいうふうにエネルギッシュに一生懸命いっぱい走られた芽衣子さんが、こうロマンチックに旅立たれたんだなっていうのを。面白い方でした。もう何をやっても、なんていうのかな、あれだけ長い芸能界で生きていらした方にもかかわらず、全くこう気取ったところとかから、私は女優っていうような、こうなんかちょっと距離を置いたようなところとかいうのが全くなくて、人懐っこくて年もずっと上でいらっしゃるのに、飲みましょうよ今度とかね、本当にドジ話をたくさん話してくださって、小さい時からね、もうなんていうのか、自分の産湯のように芸能界の中でリラックスしたまんま生きてこられた先輩だと思ってますよね。だから、まあ、今回こうやって多くのねお仲間たちにご主人の意向を持ってね、お招きいただいてお別れができたってこと、芽衣子さんすごく喜んでらっしゃるんじゃないかなって思いました。マルチタレントの1号って言っていいんじゃないですかね。例えば歌うこともする、お芝居もする、司会もする、何でも器用にこなされていた、そういうことができる、できたタレントさんというか役者さんの1号になる人なんで、僕もそういうところを多少なり見習って、いた部分があるので、やっぱり良きお手本というのが僕の中での芽衣子さんの存在ですかね。